グレゴリー・スコット・ホランドは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州バーク軍、モーガントン出身のプロ野球選手。宇ト右内 MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。2007年の MLB ドラフト従順目で、カンザスシティロイヤルズから指名され、プロ入り。2010年8月2日のオークランドアスレチックス戦で、メジャーデビュー。2011年は、 トリプル A 級オマファストームチェイサーズからのスタートだったが13試合で防御率2.08と高成績を収めて5月にメジャー昇格。メジャーでも高騰を続け最終的な成績は46試合で防御率1.80、ホイップ0.93、脱三振率11.10だった。後半戦は主にセットアッパーを務め終盤には クローザーとして4セーブを記録した。オフにはアーロン・クローが先発に再転向することが決まり、ホランドにはホアキム・ソリアの後継者として期待が寄せられるようになった。2012年の序盤は、税副調で4月の防御率は11.37だったが、その後は副調。7月31日にジョナサン・ブロクストンが、 シンシナティレッズに放出されてからはクローザーに昇格し、16、セーブを記録した。2013年はシーズンを通して、クローザーを任され、50回のセーブ機会で、アメリカンリーグ2位の47セーブを記録した。なお、シーズン47セーブは、球団新記録となった。それまでの球団記録は、ダン・クイゼンベリーとジェフ・モンゴ・メリーが記録した45、セーブ。 2014年2月12日に、ロイヤルズと467万5000ドルの1年契約に合意した。同年もクローザーを任され、2年連続でアリーグ2位の46セーブを記録した。2015年もクローザーを務め、32セーブを上げていたが、過去にシーズン1.00台だった。防御率はかんばしくなく、3.83だった。不調の予兆は、 前年のオフからあり、投球フォームが定まらない状態になっていた。結局、9月末に、肘の人体を損傷していることが判明したため、トミー・ジョン手術を受けることになった。これにより、2016年に投げられるかどうか、不透明な情勢となった。なお、離脱までに上げていた32セーブはリーグ8位の、数字である。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。 コロラドロッキーズ時代2016年は未所属のまま1年間リハビリに励むと2017年1月26日にコロラドロッキーズと1年契約を結んだ開幕から抑えを務めると自身3年ぶり3度目のオールスターに選出された最終的にはナショナルリーグ最多の41セーブを挙げセーブ王とカムバック賞に輝いた オフの11月4日に FA となった。2018年3月31日にセントルイスカージナルスと1年1400万ドルで契約を結んだ。参加の AA 級スプリングフィールドカージナルスでの調整を経て4月9日にメジャー昇格したがカージナルスでは32試合に登板して0勝2敗、防御率7.92。 西ブシチュエーションでの登板もわずか3度しかなく、しかもすべて失敗と、惨憺たる成績だった。7月27日に、DF となり、8月1日に自由契約となった。2018年8月7日にワシントンナショナルズと契約を結んだ。移籍後は24試合に登板して2勝0敗4、ホールド、防御率0.84と復調した。 シーズン2さんの最終成績は2勝2敗6ホールド、防御率4.66であった。オフの10月29日に FA となった。アリゾナダイヤモンドバックス時代2019年1月31日に、アリゾナダイヤモンドバックスと1年350万ドル、出来高350万ドルで契約を結んだ。クローザーとして起用され、最初の20登板は、 防御率1.37と好調だったが、次の20当番は、防御率8.44と打ち込まれてしまった。8月7日に、DF となり、9日に自由契約となった。40当番で1勝2敗17セーブ、防御率4.54の成績だった。2019年8月13日に、ナショナルズとマイナー契約を結んだ。オフに、FA となった。 2020年1月29日に、プロ入り時の古巣であるロイヤルズとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、2月2日に正式公示された。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの10月28日に FA となったが、12月14日にロイヤルズと1年275万ドルで、 再契約した。オプションとして、最大150万ドルの出来高が含まれる。MLB の投手としては小柄だが、オーバースローから平均95.5マイルパーアワー、最速100マイルパーアワーのフォーシームと切れ味鋭い、スライダーを主体とした三振狙いのスタイルが持ち味。この2球種で、投球全体の約9割前後を占める。それ以外では、カーブ。 チェンジワップ、2014年からは、スプリッターも投げるようになった。スライダーを投げる割合が非常に高いため、一部で故障の危険性を指摘する声もあったが、その心配は的中し、2016年は、手術によってシーズンを全休した。2014年まで例年4シームの休息は、平均95.5から96.0。 マイルパーアワーを計測していたが、2015年は93.6マイルパーアワーにまで低下した。ありがとうございます。